カツメシステップ小5金追加しようぜ。カツメシのせいでないるわ。何連敗 ?5? ナイスパ。マーちゃん抜きの犬より風呂入ってないね。この人ずーっと2は人のとこやってるんだけど、何すか、何ですか。あ、まこまこさん、あ、こんにちは。こんにちはじゃないよ、なんだよ。いや、さっきね、どうしたのかなと思って、俺まこまこさんとすごい仲いいと思ってたから。仲良くないっす。勝手にあんたがさ、スパナとかつけて知らねえわ。自分の、私の悪口言ってっから普通に、何、消しただけなのなんか文句あんの。スパナなんかつけんな。いや、スパナつけたのは、あれなんだよ、その、まこまこさんのことさ、ほら、信用してるからつけてたんだよ。信用なんかするな。友達わらわら。だからつけてたんだけど、なんか急にさ、なんか、すごい荒れてるからびっくりしちゃって、なんかしたかなと思って、コメント消して、なんか。え、人の悪口ガン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 言ってる、消すじゃん。削除削除って消して。あ、なにこれ、消していいんだ。あ、消す消すって消したんだよ。なんか悪い。いや別に、いや、まこまこさんがこう気に触ったなら、まあ仕方ないけど、いや、これ普段もっと優しいから、なんでそんな急に荒れてんのかなと思って。いや、優しくないし、優しいわ。いつもいつも誰に対してもこうだし。え、そうなの？え、前違ったじゃん。そんなん違くないけど。あ、そっか、配信外だとそう、配信外のことみんなわかんないもんね。は？配信外？配信外しか来ないけど。配信外はまあ確かにそうだもんね。配信外みんな見たことないからわかんないんだよ、やっぱ。いや、まこまこさんは優しい人ですよ。優しくないけど。うん。いや、だからフレンドをちょっと切られてちょっと慣れてるんだから。またこの間みたく、あれ、話しましょうよ、やっぱ。話しません。私今、自分の企画でいっぱいいっぱいなんで。あ、自分の企画。やはり全キャラだっけ？そう。何のキャラがきつかった？アマージュを今やってるよね。あと何が残ってる？知らない。自分でも分かってない。自分で分かってないの？嘘。あ、そうなんだ。え、全然、まあ自分も勝率低いけど手伝いますよ、全然。BMK の人以外は参加ダメなんで。いや、だってバカマンコってさ、あれ BMK って俺男だからつけていいの、あれ。何バカマンコって。え、BMK ってその役じゃないの？なんか。バカマンコ、お前これほんと。こいつムカつくんだけど、バカマンコだって。え、だち、え、チチチンがそう言ってた気がするんだけど。え、違うの？ふざけんな！ふざけんな、ボケが。あ、そうなんだ。あ、じゃあ何の役なんすか？ BMK って。知らんわ。勝負これはやってるんよ。うるさいからなんかかけてこないで。あ、じゃあまた配信終わったらかけるわ。うん。あ、絶対出ないわ、配信が。勝負チチ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 。じゃあちょっとすみません、ちょっと今お邪魔しました。じゃ あ配信見てる皆さん、ちょっとすいませんね、ちょっと。勝負ミスったわらわら。はーい、じゃあさよなら。馬勝負友達チチチチチチン。一応出てくれましたよ。ありがとうね、あれなんか640円投げてくれて、あれ、賄賂渡したらさ。馬勝負友達ミスったわらわら。960円で動くんだ。へえ。大変なんだね、結構。もっと割、ほら、2500人超えてるから結構稼いでるのかと思ったんだけど、960円で動いてる。まーちゃんの価値そんなもんだったのか。嘘やろ、マジで。あっちの配信どうなってんだろう、今。見てみる。なんすか？カツメシの犬にキャリーしてもらってだと？メンヘラやろうか？ほっとけいやろ？配信会でイチャイチャしてんの？は？みんなの知らない。初めて喋ったんですけど。勝負荒れてる。初めて喋ったのにさ、何いつも喋ってるみたいな言い分なんなの？初めて喋ったよ。まーちゃん今までカツメシと喋ったことあるか？まーちゃんの年収は103万。いかだがんね。じゃあまーちゃんカツメシと喋ったことあるの？900円ほどで詰めた女。え、まーちゃんさ、カツメシ喋ったことあんのかって聞いてんだよ、みんなに。あるって言ってたか。あいつ喋ったの？喋ったことなんか一回もねえけど。あんの？カツメシとまーちゃんって喋ったこと。ないな。ないだろ？ないのにあるとか言うな。調子になんな。配信会で、裏であるんだろ。配信会でなんか喋ったことねえよ、一回も。配信会でなんか喋らずねえだろうが。知らない。ま
うま勝負友達あっちの配信の人もカツちゃんのこと潜入操作している。いつも配信会でカツ飯のくどきもんつきもすぎたよ。カツ飯ひたすら調子乗ってたな。それはこっちから走らないよ。だからカツ飯の通話でなくていいのに。消防部では仲良いんよ。面倒いから次行こ。別にあってもなくてもどうでもいいよ。わら。ニコリニコてかニコドに嫉妬コメント湧いてんのは結構マコマコ人気あんのか。で彼氏いるじゃんってマコマコ。結構騎士団いるんだね。結構嫉妬コメみたいな。嫉妬する人ってどういう人なんだろう。なんでまーちゃんがさ知らない人と通話してると思ってんの。あとおかしくね。コラボの人しか喋ったこと。コラボの人たちさ放送でさコラボでさ喋りがよ喋んねえよ。まーちゃんは調子に乗るな。まーちゃん誰でも彼でも喋ってると思ってんのかおめえら。まーちゃんがそんな人間に見えんのかこのまこまこの切れるポイントそこなのか。放送のコラボ以外で喋んねえよまーちゃんは。正午三角関係作って放送中でしか喋んねえわ。もしくは放送外放送外で喋ってたコラボの話以外企画のコラボで喋る以外は喋んねえわ。女子なんなはいやりまんってなんだよ。960円で動いてくれると結構大変な生活してるんだなって煽られてたよ。初めて怒られた。ハトコやめろよ。めっちゃキレられるじゃん。実際960円で動いたらびっくりしてるもん。正午わらわら。パコちゃんかわいそう。んでパコちゃんいつもまーちゃんまーちゃんまーちゃんのこと。まーちゃんに、まーちゃんのせいで心配したり。よっす。ムク様にもコラボ泣きついてたんだよな、わら。うま正午友達どこが。ボットになったよ。何試合負けた。6試合、7試合。6試合か7試合やってボットになった。お前もう少し考えろ。正午ね。ババババカマンコでマグロで最悪だな。最低時給より安いなって言われてるの悔しいよ。お前マジで既婚を問題配信者には関わらんでいいからな。なんでユキは嫉妬してんだよ。こいつもやべえよな。よく考えたよ。なんだ台本もなく適当に言ってるだけなの俺なんて言ってることなんて。友達ね、俺が言ってることなんてほぼ適当なのにさ。え、ショーゴ赤スパ投げてみたら。もう一回できるかも。